こんにちは、速稼塾の久保です。今日のパパ活なんですけども、大和くんが今ね、幼稚園からバスで帰ってきて、で荷物を置いて今からね、おばあちゃんのところに行きます。おばあちゃんのところはここからね、そうですね、2、3分歩いたら着くところにあるんで、もうね、老後時間を余らしているうちのおばあちゃん、おじいちゃんにとっては、まあ、大和くんがね、遊びに行くのがデイサービスになるみたいなもんで、半分リハビリですね。まあでも、頭ボケちゃったわけでも、体が悪いわけでもないんで、おかげさまで。結構ね、老化防止若返りにいいということで、大和くんがね、いつも来ることを歓迎してます。毎日だからね、寄ってもらってますね。ということで今日はね、大和くんが一体どんな荷物をね、持った帰ってきたのか、このカバンをこっそり開けてみましょう。まずはこのサイドポケットがあります。開けると、マスクがね、ありますね。大和くんの子供用のマスクです。一応ね、つけることはできるんですけども、ちっちゃい子にはあんまりね、つけることを推奨されてないんですよね。呼吸困難になったりとか、他のことが起きるんで、で、まあ、例の感染症には、まあ、乳幼児は感染しにくいということもありますんで、まあ、園の方でもね、その積極的につけることはしてない。まあ、指導はするし、つけるときにはつけるようにしてるということだったと思います。で、ウェイトティッシュが入ってます。さあ、それで中身なんですけども、今日はね、お弁当をしっかり食べたみたいですね。カバンを開けます。カバンの中にはお弁当は入っていません。お弁当はね、園の方で取ってもらってる、まあ、仕出し弁当を、幼児用のやつを頼んでます。で、こうやってボトルからお水を飲むやつね。こうやってこう、ピュッと開けるとストローが出てきて、チュッチュッチュッと吸うと。大和くんもね、哺乳瓶を使うことが減ってきまして、もうすぐ2歳ですからね。まあ、こういったもので飲むようになってるってとこですね。で、次。ほら、夏なんで帽子。こうね。後ろがなんかほら、旧日本軍みたいに垂れ下がってるやつ。なんか、日本兵みたいでしょ、これ。ね、陸装なんとかみたいでしょ。はい。で、これですね。タオル。汗を拭いたり、顔についた、なんか泥とかね、食べ物のカスを拭くやつです。これ、こういう風に引っ掛けるところがあるやつを勧められてましたんで、それを買いました。はい。で、あとは、シューズですね。これはね、屋内履きなんですよ。家の中じゃない。教室の中で履くやつ。こういったシューズタイプのやつを持たせてます。大和くんの名前書いてますね、ちゃんとね。わかります？これ、大和って書いてるの。宇宙戦艦ヤマト、今ね、劇場公開中ですから。なおのこと、ヤマトっていうのがね、もう際立つわけなんですよ、ヤマト。はい、それで、あとね、残り一つ、これです。ランチセットです。ランチセットには、お弁当の時の前掛けと、それから、お皿。お弁当箱からちょっと分けて食べることもありますんでね、お皿が1枚。それから、フォークとナイフ。フォークはね、傷がつかないやつ。プラスチックの先が丸っこい、優しいタイプの、プラスチックのやつですね。それが2本ついてます。ナイフとフォークじゃない、スプーンとフォークね。これでこうやって食べるわけなんですよ。今日はとっても上手に食べたみたいですんで、これからね、ついた油汚れとか、食べ物のカスとかを、これごと出して洗ってですね、これも洗って、上履きも洗って、パパ活は今日は、大和くんの、こういった残留物、使用物を、クリーンアップして、また次回の利用に、問題なく使っていただけるようにね、カバンの中に入れておくと。カバンもやっぱりね、いろんな湿気とか溜まりますんで、カビが生えないように、よく風通しとかにね、入れておかないといけないですね。はい。ということで、大和くんはね、いつも制服を着て、1歳なのに制服を着てね、行ったり来たりするんですけども、この制服の代金がね、1万円じゃないや、10万円なんですよ。ね。園にかかる費用が、年間で100万円ぐらいなんですけども、プラスアルファいろんなイベントがあったらそれに被せていくんですけどね。うん。で、あとはこれ。リュック込みでの制服が全部で10万円ということで。多分、あれですよね。中学生とか高校生も制服代って10万円しないんじゃないですかね。結構かかりますね。うん。ということで年間200万円ぐらい、大和くんの通学通園。それ関連に使うかな。送り迎えの車のね、ガソリン代とかもありますからね。まあ、もろもろかかるということで、子育ては、まあ、本当にね、楽しいなというところですね。はい。では、今日はそんなパパ活の模様を大和くん抜きのこの状態でお送りしました。何の参考にもならないと思いますけども、見てくださってありがとうございます。